80年代に人気を博したドラマスクールウォーズで主人公滝沢賢治と激しくぶつかる生徒大木大輔を熱演され、その後大映ドラマの常連俳優として活躍された松村雄基さん、以降不良少女と呼ばれて、ポニーテールは振り向かないなど数多くのドラマに出演し、学園ものに欠かせない不良役を好演し、現在ではミュージカルなど活動の幅を広げ活躍しています。今回はそんな松村雄基さんの熱愛情報や芸の噂について見ていきたいと思います。松村雄基さんは物心がついた時から大正生まれの父方の祖母と文京区大塚の 2K 風呂なしの都営アパートに2人暮らしでした。両親は離婚しており、父親には何度か会ったことがあるが、母親とは会ったことが一度もないそうです。複雑な生い立ちですが、本人が幼い頃は両親は一緒に住んでいないだけだと思っていたし、祖母にべったり甘えて一緒に寝て一緒にお風呂に入っていたので寂しく感じたことはなかったそうです。祖母は士族の出身で両親がいないことで陰口を叩かれないようにと、特に礼儀作法や言葉遣いを厳しくしつけたそうです。生計は祖母が詩吟を教えていて、その月謝とおじおばからの支援もあったので裕福ではなかったけれど、家で皿洗いや洗濯の手伝いをしていたくらいで、食べるものがなくてお腹を空かせていたというほどではないそうです。どこか遠くの世界のようだったと思って、もともと俳優にはあまり興味がなかったが、中学生時代同級生の母親から旧知の芸能事務所社長を紹介されたことが縁で芸能界入りしました。中学3年から高校1年の2年間劇団のタレント育成コースで演技の基礎を学んだ後、東京都立板橋高校在学中にテレビドラマ生徒諸君の沖田生理役でデビューされています。その後1984年放送の少女が大人になる時、その細き道で大英テレビドラマの初レギュラーを果たすと、不良少女と呼ばれてスクールウォーズとレギュラー出演が続き、1980年代には大英ドラマの常連俳優として活躍しました。松村さんを自分のドラマに起用した大英テレビプロデューサーの春日千春は、その起用理由について目が気に入ったとしか言いようがないと話しているそうです。また1981年に CBS ソニーからレコードデビューしており、しばらく歌手活動を休止していましたが、2006年に歌手活動を再開し、2013年に26年ぶりのオリジナルアルバムをリリースしています。年齢は50代となる松村雄基さんですが、キリッと男前の顔立ちでスタイルも良く女性にモテそうですが、現在結婚はしていないそうです。一人で幼少期から何でもこなしてきた松村雄基さんにとすれば、あまり結婚していることに魅力を感じていないのではとも言われています。幼少期に両親がいなかったため、祖母と暮らす松村雄基さんは一人で何でもやる習慣が身についているため、結婚していることにあまり関心がないのかもしれません。松村雄基さんは時代劇のイメージが強いですが、他にも数多くのドラマや舞台に出演してきました。松村雄基さんと共演した人は口々に優しい、真面目、人当たりが良いと松村さんの人柄を褒めているそうです。共演者ばかりでなくスタッフからも評判がいいそうで、演技力はもちろんのこと、その人柄で出演作品の仕事が途切れないのかもしれません。そんな松村雄基さんの熱愛情報というと、まず伊藤和恵さんとの熱愛報道がありました。1984年のドラマスクールウォーズ不良少女と呼ばれてなどで共演しています。しかしこれといった情報もなく、伊藤和恵さんは別の男性と2013年に結婚していますので、デマだったのかもしれません。次に川上舞子さんとは結婚したのではと噂になりました。松村雄基さんは川上舞子さんと共演をきっかけに噂になったことはありますが、結婚離婚した事実はありませんでした。川上舞子さんは結婚寸前まで行った10歳年下の一般のサラリーマンの彼氏がいました。そして川上舞子さんは子供が欲しいという思いが強かったようで、2012年の大晦日に川上舞子さんの方から彼氏に逆プロポーズしたそうです。川上舞子さんは彼氏と結婚している姿を夢見ていましたが、返ってきた返事はごめんだったそうで、相当ショックを受けていたと言われています。
ここからは先ほどご紹介したお二人以降浮いた話が出なかった松村雄基さんに浮上した芸の噂について見ていきたいと思います。松村雄基さんに芸疑惑が浮上したのが演歌界の貴公子氷川きよしさんとのフライデーされたことでした。なぜ友人ではなく恋人関係だと報道されたかというと、フライデーされた写真には松村雄基さんのお尻のポケットに氷川きよしさんが手を入れながら歩いていることが撮影されたからです。その後2人は氷川きよしさんの自宅に宿泊したそうです。また氷川きよしさんは過去にゲイバーで働いていたことがあることが分かっています。そういったこともあり、氷川きよしさん含めゲイである可能性は高そうです。今現在の松村さんと氷川さんの関係性について、2010年のフライデーの後に2人は破局したという噂が流れましたが、2014年には松村雄基さんと氷川きよしさんが逗子の別荘で密会している様子が週刊誌によって再度確認されています。この件に関して松村雄基さんの事務所は氷川きよしさんとの宿泊の事実は認めましたが、友人の一人であると答えていました。しかし30代後半と50代前半の男2人で別荘に泊まるのもなかなか考えにくいですし、このことからも2人が同性愛者であることは決定的となっています。そして一躍人気俳優となった松村雄基さんがシャンソンに挑戦することが分かり話題になりました。松村雄基さんが2018年12月のインタビューで、2年前からシャンソンにハマり、昨年から意識して歌うようになったと明かし、2019年2月には都内でシャンソンライブも開催しています。そこでこのことについて事実上のカミングアウトと言われています。なぜかというと、日本ではシャンソンといえばそちらの組合の皆さんとの結びつきが強く、実際に松村雄基さんがシャンソンにチャレンジすることになったきっかけも新宿2丁目でバーを営むシャンソン歌手との出会いであったそうです。そして松村雄基さんといえば硬派な男臭いイメージがありましたが、氷川きよしさんとの熱愛スクープ以降は前髪を下ろして笑顔も多めなソフトなキャラを隠そうとしなくなっていました。ちなみに松村さんと氷川さんは破局したとも言われましたが、その後人目を避けて逗子の別荘でお二人が会っていたことも一部週刊誌によって報じられています。そんな松村雄基さんのシャンソン挑戦ですから、これはもうそういうことだろうと思われても仕方がないことかもしれません。また松村雄基さんは騒動の影響の大きさを恐れ、氷川きよしさんに別れを切り出した際に、福岡空港にいた氷川さんは携帯電話で捨てないでと涙ながらにすがっていたという目撃情報もあるそうです。ご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。